はい、どうもセイリーです。今回ね、ハロウィンセットの福袋を着てるんですけど、この福袋の中身を見ていきますと、ショーが、なんかこれちょっとバグかなんかで見れにくいんですけど、こう押してもなんか消えちゃうんですけど、なんか、当たるか当たらないかぐらいのところで押すと、こうやって見れるんですが、で、ショーが、衣装ですよね。衣装と、なんか LR のこの能力セット。で、中が、LR の武器破片か。と、黄色のルーンとか、ルーンじゃない、これなんや、技術パックの黄色とかですね、あと本バッジとかですね。で、台が LR の星4の格闘家、LR の星4が入ってるんですよね。で、赤ルーン選択箱と、赤チップランダム箱、これちょっと押しても本当見にくいんで、この、触れるか触れないかぐらいのとこでね、こうやって押すと見れます。その福袋自体はかなりお得な内容になってるんですが、この福袋中に、水地の武器がね、入ってるんですよね。で、水地武器って、ガチャがね、4日前に来てたんですよ。10月の23日から、武器ガチャが来てて、で、もちろん回してる人がね、めちゃくちゃいると思うんですよ。で、僕もまあそうなんですけど、で、武器ガチャって天井とか行ってしまえばね、ダイヤが2万3000円ぐらいかかって、で、やっぱ天井に行く人って、僕も含めて、結構な確率で天井行くんですよね。やっぱ武器ガチャの武器って出現率かなり低いので、出にくいので、うまくいっても、だいたい1万5000ダイヤぐらいは、かかるんですけど、平均でね、平均でだいたいそれぐらいかかるとは思うんですが、今回この福袋にね、この武器が入ってて、すごい泣いてるんですよね、僕は。4日後ですよ、今、4日後。23日から4日後に福袋で11,777ダイヤで、これがね、簡単に買えるってなると、すごいね、萎えてます、正直。で、その福袋来ることは分かってたんですが、普通に考えるとやっぱり水地武器はそこに入れちゃダメじゃないですか。普通にその、僕が普通か分からないですけど、ただガチャでそれだけダイヤがかかるかもしれないってことは、それだけやっぱ水地武器に価値があるものなんですよね。で、その4日後に、じゃあそれを次安売りしますっていう商売の仕方っていうのは、一般的にそれがどうなんかっていうのは僕は思いますね。やっぱりそのやり方がね、本当に、腹立たしいというか、すごい僕はね、今回怒ってるんですけども、この怒りをちょっとね、ぶつけたくて動画出してるんですけど、これはちょっとね、前回もあったんですよ。僕、オズワルドの武器ガチャをね、復刻の時回した、本当に1週間後ぐらいに武器覚醒セットが来て、すごいな、損したなって思ってて、でもしゃあないかっていうふうにね、もう自分の中でこう、納得させて、そういうこともあるんやなって思ってたんですが、で、オズワルド以外にも、その前に、少し前に、エリザベートもあったんですよね。エリザベートの、復刻ガチャが来た、本当に数日後に、なんか福袋かなんかのイベントか忘れましたが、エリザベートがこう安売りでされとってすぐに取れるっていう状態でね、あって、本当にそのエリザベートの復刻回した人とかもやっぱいると思うので、すごいこうツイッターとか見ててもやられたみたいな感じで書いてたんですよ。で、そのオズワルドの時も僕自身やっぱりすごいやってもうたなと思って、ただその先のことってわからんし、なんていうかな、今取っとかなあかんかなっていう、その時のやっぱその気持ちで取るわけじゃないですか。でもこのダイヤって決して安いものじゃなくて、僕みたいにそこそこ課金はしてるんですけど、やっぱりこの3900ダイヤ買おうと思ったら1万円かかるわけなんですよね。で、僕実際その前のダイヤ、武器ガチャでダイヤを2万2000ぐらい使ってるので、ほとんどこの現金でいうとかなりの高額になってくるんですけど、それがこの数日後にね、こうやってすぐに安売りされるっていうことは、本当にね、このやり方本当にやめてほしいですよね。そら、なんていうかな、武器ガチャを回さずにこれを狙ってましたっていう人も、中にはいるかもしれません。そういうギャンブルというか、そういう考えの人もね、もちろんいるかもしれないんですけど、このやり方的にどうなんかなっていう、本当こちら側としてはやっぱやられたというか、詐欺って言ったらあれですけどそういう言い方するのもあれなんですけども、ただそういう気持ちには少なからず、なってます、僕は。で、僕のサークルメンバーの人で実際に武器を1個も持ってない人が、前回の武器ガチャで、2個取得したんですよ。で、2個とも天井行ってしまったんですよね。で、その時やっぱ4万5000ダイヤぐらいなくなったって言ってて、でもやっぱ S マックス美術、
強いから、まあまあよしゃあないかなっていう、頑張って、よかったなっていう話をしてたんですけど、その本当に4日後の今日に、このハロウィンセットの福袋で2個取っても、2万3000ダイヤで済みますよね。つまり、2万2000ダイヤほど、まあドブに捨てたような感じになってますので、まあそれって本当にどうなんかなって思いますね、僕は。うん、まあこういうやり方が本当続くならやっぱ引退者も増えるやろうし、まあもう少しこうやり方をね考えてほしいっていう気持ちでこの動画作ってるんですけど、なんかこう売り上げさえ上がればどんなやり方でもいいんかっていうね、っていうとこが疑問にね思ってます。まあ本当愚痴ばっか言ってもまあしゃあないんですけど、ただやっぱり今回も何回目やっていうぐらいのことが起きてるので、でまあ今後こういうやり方で来るんじゃないかってやっぱユーザーが思ってしまいますよね、こうなると。だからなんか疑心暗鬼にもなるし、なんかそのイベントに対してこう全力で取り組めない気持ちにもなってくるので、もう少しこう物の価値というのを価値付けして、その辺をねちょっとまあやりすぎって言うとあれなんですけど、ちょっと考えてほしい気持ちがあります。ただやっぱゲーム自体はね、僕すごい好きなんで、このゲーム好きでやってるので、まあすごい面白いし、やっぱこういうコラボとかもね、まあしてるってことは盛り上げようっていう気持ちは少なからずあるじゃないですか。まあそういうとこもいいなと思いながらやってるので、まあそういうユーザーがこうもう少し気持ちよくなれるような運営の仕方を、してほしいなっていう気持ちでね、この動画を作ってます。まあこの動画を作って今後ねどうなっていくとか改善されるとかはもちろんそういうことは僕思ってないんですが、やっぱこのユーザーの声をちょっとだけでもね、聞いていただいて、まあ少しでももし改善する方向になっていけるのであれば、やっぱそれだけ楽しめるし、でやっぱゲームしてる側の人間としてやっぱ楽しみたい気持ちでやってるので、まあ、ゲームって娯楽なんでね、やっぱりその楽しめなくなった時点でもそれはゲームじゃないので、うん、だからそういう気持ちをやっぱりね大事にしてほしいと僕は思ってます。はい、長々とねこう愚痴を言ってしまったんですが、やっぱこのゲームがね好きやからそういうことも言うのであって、まあその嫌いになった時点でその愚痴とか言う前にやめてますので、僕の場合SNK オールスターとかそこやめてますから実はなんで、まだこのやる気がもちろんあるし引退する気もないのでね、だからそういうとこをこう改善していっていただければ今後ねもっと楽しめるんじゃないかって思ってます。で最後ね、もう空気が悪いんですけどアリーナでも行ってね締めましょうかね、アリーナで僕今2位なんですけど、もうね1位の方に行こうと思ってまして、マドハンドさん、僕の同じサークルメンバーなんですが、名前もねドラクエの名前にしてて、マドハンドさんね、で、メンバーこんな感じになってて、水地がこの今日の福袋で S マックスきっちり開けてるので、まあめちゃくちゃ強いんですよね。で先生も取られてるし、なんで、マドハンドさんに最後挑戦してね終わっていきます。じゃあマドハンドさんね挑戦させていただきます。一発勝負、さあ挑戦の方押しました。さあマドハンドさんとはね本当にねでもいい勝負かな、今5割ぐらいの戦いなんで、で先生が取られてるのでそこが結構、水地の S マックスがやっぱリード、取られるかなという感じですかね。さあマックスユニバースディストーション、この後に水地来ますよね、ラルフの後かな、ジェットバルカンパンチ。さあ水地 S マックスはどれだけ減るのか、さあ来ますマロカレ、ゲニがもう8割ぐらい減ってますね本当強烈ですねこの必殺技。さあ、ジョーカーじゃない、素肌クラブ打って、ここはなんとかゲニは耐えてほしいですが、ゲニがやられてしまうとねちょっと、何のために入れてるねんって気持ちになってしまうので、さあただオズワルドがゲージ下げられたんで必殺打てない、これがやっぱね先制の特権ですよね。先制取るとオズワルドが怒り下げられてしまうので、さあラルフが、必殺を打っていきます。ジェットバルカンパンチで回復入れたいんですけど爆弾は2個しかないですね。さあ風神武器打った後にこっちも丸から打ちます。さあ S マックスこれでなんとか削っていきたいが、さあ凍結溶結入ったのは、オズワルドとシュンエですね。さあスキル打って払いを打っていく。さあ今のところ勝負は、いい勝負ですが、先制取られてる分結構、不利にも思いますが、さあサイコメドレー打ってきてハイデルンが飛んできます。さあハイデルンストライカーかっこいいですね。ファイナルブリンガー入れて、さあ全体回復入れた後にマックスニバースディストーション。さあここは困惑は入るのかというところですが、困惑、ラルフに入りましたが即解除。
さあ、デッドバルカンパンチでこのシールドは切られてしまう。さあ来た、マルカレ、うおい、サイスマックスガヤニックバーストでマイヒテクが、忍び鉢打ってくる。さあこのターンはなんとか、誰もやられずにしの いけそうかな、しのげそうかな。さあ、あ、全体化が強い。さあここはなんとか耐えていきたいが、なんとか耐えれますね。これは、回復アテナ回復も入れれそうなんで体勢を立て直すことができそう。さあジェットバルカンパンチ、爆弾6個は溜まっている。この 6個爆弾がかなりね追加ダメージ取っていくので、さあ素肌クラブ打っていく。ジョーカーがまだ手にしてないので、早くジョーカーを手にしたいところ。さあ封じ向きでアテナの状態上解除してからのサイコメドレー、クリティカルは出てないのでシュンウェイ倒せるかなというところですが、あ、シュンウェイ暴走入りましたね。さあここは全体の S マックスマルカレでシュンウェイは倒してますね。この全体化スキルも全体化しそうなんですが、あ、スキルが出ていない、払えが出てない。やっぱ水地スキルものすごい強いんですけど、やっぱ出なかったら辛いですよね。ビルト出えへんとでめちゃくちゃ変わってくるんで。さあジェットバルカンパンチ、爆弾4つ溜まってるので、このオズワルドやばいか。オズワルドしかもジョーカー持ってないので、倒されてしまうと死んでしまう。これは非常にやばいか。おっと、必殺は打ってこなかったですね他は。さあここなんとか耐えれそうか。あー、オズがやばい。オズ耐えろ、オズ耐えましたね、危ない。オズがなんとか耐えた。さあここはジェットバルカンパンチで、ゲニさえ打てればこの状態上全部解除できるので、なんとかゲニは打ちたいところ。さあゼロストライカー出てきてからの S マックスどうか。これはマガキは倒せそうか。うん、ここでゲニが、状態上解除されたんで、さあ風神向き打っていく。これでエリザベートの、めまいを解除、エトワルフィラントで削っていきたいが、さあ水地のこのマロカレの効果で怒り回復もあるのでアテナが溜まりましたね。この効果でこの溜まったのは大きい、回復入れれるんで。さあ水地は倒せそうか。わー、倒してない。このやっぱね復活させときたいところ早めに。さあサイコソードからの全体化スキル、これでアテナは倒しましたね。おー、アテナ倒したのは大きいですよ。さあここで水地が、復活入ってからの、暴走が必殺打ってきます。さあジェットバルカンパンチ、爆弾5個なのでさすがにこれはオズワルドやられてしまいますが、なんとか離脱できそうか。さあ暴走が2回連続打ってきます。さあマロカレでオズワルドは厳しいか、離脱入ってますね。さあジョーカー、これはエリザベートも厳しそうだな。でもエリザベートかなり頑張った方ですね。ここまで耐えてるので4ターン目まで、しのいでるのでかなり、仕事したんじゃないでしょうか。さあ払い全体が出ている。さあスキルダイヤで削っていくが、ゲニがまだ生きてます。このターンまでゲニ生きてるのはかなり、大きいね。さあジェットバルカンパンチ、これはなんとか後列のオズを倒していきたいが、さあここのアテナがどこ、アテナがこの水地に飛んでいって、その追加ダメージでオズを倒せばというところですかね。オズは生きている。さあ封じ向き打ってマイを倒す。さあ全体化スキル、全体化マロカレ、これでなんとかオズは離脱入りました。さあこれはかなり状況は有利ですが、さあうん、これはいけそうですね。かなり展開も良かったので、いい感じに戦えたんかなと思います。さあジェットバルカンパンチで削っていきたい。これ爆弾溜まってるのでもうこれはいけそうですね。なんとか、勝てました。はい、やっぱねこういうアリーナとかすごいね楽しいので、やっぱそういう楽しい部分の方が大きいので、まあそういう、こうイベントとかでちょっとね嫌な気持ちになるのはね嫌なんで今後はちょっと運営さんの方ね、よかったらそういうとこも検討ねしてくれると、もっと楽しめるんじゃないかって思ってます。はい、では今回はこんな感じで終わります。まあ愚痴を言ってしまったんですけど、今後ねいい方向になっていくように、願ってます。ではご視聴の方ありがとうございました。